板垣聖志郎、板垣聖志郎、板垣聖志郎、1885年、明治18年1月21日から1948年、昭和23年12月23日は、日本の陸軍軍人。最終階級は、陸軍大将。栄転は、小蔵位、君位等、高二級。満州国軍西部最高顧問、関東軍参謀長。 陸軍大臣などを務めた。関東軍高級参謀として、石原幹事と共に、満州事変を決行し、第二次世界大戦においては、第七方面軍司令官として、終戦を迎えた。戦後は、極東国際軍事裁判にて、死刑判決を受け処刑される。元参議院議員の板垣忠氏は次男。岩手県岩手郡沼区内村、現、岩手町出身。 二王尋常小学校、森岡中学校、仙台陸軍地方幼年学校、陸軍士官学校、十六期で学び、陸軍大学校、二十八期を卒業。祖父、佐々木直作は、森岡藩士族で、藩工作人間の教授や、藩主の事校、軍部業格勘定部業を務めるなど、藩の中心人物の一人であった。母親戦争の秋田戦争で、 森岡藩が破れると、新政府により、藩の責任者として、奈良山佐渡、中道高と共に、江戸へ護送され、増上寺に遊兵される。後に釈放されると、岩手軍沼区内の地に陰遁し、板垣草影を名乗るようになる。聖志郎は、日記の中で、祖父草影は政権に近し、文武兼備の聖人、儒学の運を極めたと記しており、非常に尊敬していた様子が伺える。 父、板垣正則は、気仙軍軍長、女学校校長を務めた。家の修士は、日蓮宗である。森岡中学では三級上に、与内三政、一級上に、近大地京介や及川小四郎、野村古道などが、一級下には、石川拓木がいた。陸軍幼年学校時代は、生徒官だった、大越健吉から厳しい訓育を受けた。大越が、 日露戦争の法典海戦で戦死すると、その意地である大越菊子と後に結婚することとなる。陸軍主管学校は、第十六期で岡村康二や土井原賢治、長田哲山や大畑俊次郎らと同期で、交友も深く、板垣も二葉会、一石会に所属していた。1929年、昭和四年に関東軍の高級参謀に就任。百三十一年、 昭和六年、石原幹事らと図り流城古事件を起こし、これを機下として、満州事変を実行した。満州事変における、関東軍の行動は、宇垣一世派が追放された後に、陸軍の実権を握った一石会計中堅幕僚層からの指示を受け、長田鉄山軍事課長、岡村安次部任課長、参謀本部の東条秀樹編成動員課長、渡り久尾尾課長などが、 関東軍の活動を有利に展開させる方向で動くこととなる。1932年、昭和7年、軍司令部付で満州国の失政顧問、法典特務機関長となる。しかし同年の荒木貞夫による行動破人事で関東軍司令官に、武藤信義大将、参謀長に、小磯国秋中将、参謀副長に、岡村康次少将が就任し満州組が、 左遷されると、この頃の板垣にはもはや、関東軍を牛耳る力はなかったとされる。熱火作戦では、天津特務機関長となり、反省解析勢力によるクーデターを起こさせる、北支新日政権樹立のための条約活動に従事していたがこれに失敗、ヨーロッパ出張を命じられる。しかしその後長田ら党派が、陸軍内部の主導権を奪い返すと満州組も復活し、 ヨーロッパから帰国した後は、満州国軍西部最高顧問、1934年8月から12月、関東軍参謀副長兼中満大使館副部官、1934年12月から1936年3月、関東軍参謀長、1936年3月から1937年3月、お歴任。満州事変勃発の前月、 大連市の大和ホテルにおいて開かれた有力者による会合において、板垣は将来の世界は大国だけが存在し、他の小国は経済的に従属の地位に落とされる。確実な資源の供給地と製品の販路を持たない国は経済的に独立することができない。日本が満州を失えば重工業の基礎は破滅だ。満州は戦略的拠点だ。 現在の情勢では、日ソ戦争は北満で起きる。大日本建国には満州は絶対に必要な戦略拠点だ。と語っている。また、関東軍参謀長時代には、満州帝国は治安ますます良好で、諸政は発展している。満州国は非、千、万、艦、もうのごく共和の国だ。満州三千四万の人口中、 日本人はわずか五十万人である。これでは心細い。二十年間戸、百万個、五百万人の日本移民が実現されなければならない。と述べ、関東軍主導による満州農業移民百万個移住計画を推し進めた。また、満州国独立に際し、上海公主官付陸軍武官補佐官だった田中隆吉少佐、後に少将に対し、 満州独立に対する列国の目をそらすため、上海でことを起こせと、資金2万円を供与すると共に策を命じた。第一次上海事変のきっかけとなる、上海日本人僧侶襲撃事件である。後に、東京裁判において、田中は、板垣閣下は、関東軍が持っておりました、内面主導権というものを遺憾なくこう知られまして、巧みに、満州国をコントロールされました。 ノベルなど、満州国における板垣の影響力の大きさを語っている。岡田内閣は、対中優和的な外相、広田後期の広田三原則をもって、軍部を建制しようとしたが、対中政策に関わる関東軍ら出先軍部の高級幕僚は、品は統一せらるべきものに、ひざることと考え下北分離工作を進めていた。 満州時代の板垣は、いわゆる文知合作論を唱え、対中工作の指針とした。日ソ戦争が起きた場合中国は、ソ連側に立つ降参が高いと考え、それは、小介石政権の思想的基盤は背日にあり、財政的基盤を英米に依存する、小介石政権が日本と親善関係に入ることはないとして、日本のこれまでの対中政策を批判し、 以下のような方針を採用すべきとした。その要点は、ナ大陸を人文及び自分上の県知に基づき、分立せしめ、日本は分立した個々の地域と直接提携を結び、日本の国力によって各地域間の対立総国を防ぎ、各地域内の平和の維持と民衆の経済的繁栄を図り、究極的には日、万、花、三国提携の実績を上げるべきである。 とした。ソ連、中国の連帯と中国への共産主義の浸透を危惧する板垣ら関東軍の爆僚は内蒙古の工作を進め、内モンゴル独立運動の指導者、デムチュクドンロブ、特王を支援して、関東軍参謀長の機密費の流用や寄稿、防強自治政府による特殊貿易の収入を充てるなどの援助により、蒙古軍政府を組織させ、水援事件を起こした。 こうした関東軍の求心的な活動に批判的で、これを止めようとした石原幹事参謀本部戦争指導課長は、関東軍本部を訪問し、陸軍中央部の指示に反する内蒙工作を中止するよう要望したが、武藤明第二課長以下の関東軍幕僚は、霊笑的な態度で接し、また工作の指導者である板垣は、かつての上司であり、石原の 二度と柳の下に土壌はいないという忠告も無視したため、陸軍中央による統制の試みは失敗した。死が事変、日中戦争では第五師団師団長として出征する。平型関と金光鎮の戦闘では、険しい地形を生かした林兵らの八祖寺軍に阻まれ多くの死傷者を出す。1937年11月9日、第二十師団の救援により、 三世小体原子を占領した。長作林爆殺事件、満州事変、シナ事変等の重大事件が相次いで発生すると、中国の現地事情に精通したシナ通りの軍人が求められるようになっていった。また、地方軍閥がなお拡挙する中国の戦場では、欧州の近代的軍事技術はあまり役に立たないので、合傑型が多いシナ通り軍人の陸軍内部での ステータスは相対的に高まっていった。こうした中、第一次、この絵内閣改造で1938年6月3日、陸証券台湾事務局総裁に就任。これには、林内閣で祖閣工作に失敗した東郷新次のこの絵への進言があった。日市は平に積極的な満州組の総帥である板垣を牽制すべく陸軍次官、 梅津義次郎、陸士十五期で、板垣の一期先輩は、統制派の総帥だった、東条、十七期を、自分の公認時間にさせた。一方政治畑の経験がない板垣も自ら事務に、官能な東条を時間に求めた経緯があり、くしくも両者の要求が一致した格好である。後に、戦線の拡大が不拡大化で、東条と、ただ春三方次長が争い、板垣は、 ただと意を通じるも、喧嘩両成敗として、両者を更迭した。平沼内格争辞職に伴い陸将を退任する際、自らの後任に押したのは、ただであったが、それはかなわず畑俊六が就任することとなった。陸将在任中は、宇垣一世外相による、日川和平交渉に際しては、紹介席のゲアを講和の条件とする強行論を、ぶち上げ、結果として、 交渉不成立の原因を招いた。上古本事件では、板垣は昭和天皇に対し武力行使の再下を求めた。天皇が関係大臣との連絡はどうかと問うと、板垣は、宇垣一世外相も、与内三政外相も賛成であると答えた。しかし二人とも反対であると知っていた天皇は、自分を騙すのかと怒り、さらに、龍城古事件などの陸軍の独断選考に不信を、 抱いていた天皇は、今後は陳の命令なくして一平とも動かすことは、なんと、板垣徹を叱責した。しかしこの時板垣は、連絡不徹底のため、会員の宮参謀総長が総長を取りやめていたこと、宇垣外相が本意していたことを聞かされていなかった。平沼内閣でも陸上に留任。野門藩事件では、参謀本部の不拡大方針を無視した。 関東軍参謀の辻正信の独創を、まあいいじゃないかと黙認した。また、一個し団いちいちやかましく言わないで、現地に任せたらいいではないか、と、関東軍の作戦行動を承認した。1938年8月26日、日独異防強協定強化問題についても、紹介議が開かれた。ナチスドイツは、この協定を強力な軍事同盟とし、 同盟の対象を、ソ連以外の英、仏等にも拡大しようと提案してきたが、独位に協調的ないかがきと、英米仏等にまで拡大することに否定的な、うがき外相とが対立した。11月11日にも模匠会議が開かれ、英仏等のみを対象するものではないと決定されたが、これを受けた、大島博中毒大使が反発。そこで12月初めに模匠会議を、 開いたところ板垣は5月、11月の模償会議も対象として英仏等を含むという決定をしていたと言い出した。他の大臣はこれを批判したが板垣が反発したため結局何も決まらないままに終了した。1939年7月5日陸軍内の人事移動案について天皇の事前承諾を得るための報告中寺内都市一軍事参議官のドイツ派遣を 公共強化を精神的に強く結合する意味でも必要と述べたことから、これに不快感を覚えた天皇から、お前は自分の考えをよく知っているじゃないか。この前も軍事参議官の会議で外務大臣は軍事協定に賛成であるという虚構の事実を報告している。誠に、けしからんと叱責され、さらに天津問題での板垣の返答ぶりに起こった天皇は、 お前はどうも頭が悪いじゃないか、とまで述べている。切り工作では、板垣は、紹介析のゲアでなく猛強、河北への傍教中東を求めたり、日本側は、王政英、紹介析政府の合作を日本が仲介することで、紹介析、王政英、板垣聖主郎の会談を要求したが、実現しなかった。板垣は一度は敵対していた、紹介析とは僕を考えたのである。 独祖不可侵条約成立による平沼内閣党会で陸将を退き、品派県軍総司令部の初代総参謀長となってからは1939年9月15日の満州国承認記念日の演説で東亜連盟を強調し、宮崎正義の東亜連盟論と杉浦春夫の東亜連盟建設考領に大事を送り、第2次、この絵声明。 東亜新秩女生命がこれに沿うものとするなど、東亜連盟論者であった。板垣を慕った本物機の辻正信と共に起訴した、派遣軍将兵にぐれ、日満市三国による、東亜連盟結成を訴え、板垣と会談した宮崎らは食卓となり、辻の部下、角田知恵は、同じ派遣軍勤務の三笠宮高人新能との地に、登場暗殺を計画するなどしな派遣軍は、 和平工作の拠点となった。1941年、昭和16年に大将に昇進したと同時に、朝鮮軍司令官となる。朝鮮軍司令官となってからも東亜連盟運動に関与しており、朝鮮の活動家青年たちとも接触を持ったが、司令官としては、朝鮮総督の小磯国明や朝鮮。 総督不正無双官らと協調した内戦一体の植民政策を推し進めた。後半の1945年、昭和20年4月、第7方面軍司令官に就任。第7方面軍司令官としてシンガポールで終戦を迎え、イギリス軍に身柄を拘束された。その後連合国により永久戦犯に指定され、 極東国際軍事裁判改定初日の1946年、昭和21年5月3日に、空路東京へ移送された。裁判においては、確定素因10項目のうち8項目を挙げられ、素因1では、1928から1945における戦争に対する共通の計画防御を、蘇因29、31、32では、米、A、 乱に対する太平洋戦争の遂行を、他に、中国、ソ連、シンガポールにおける罪を問われ、死刑判決を受けた。1948年、昭和23年12月23日、公主刑に処せられた。死刑が宣告された後、板垣は教会士の花山信勝に対して、以下のように語った。辞世の歌は、去年65、 関東軍時代に、板垣の直属の部下となり、最後まで、信仰のあった、片倉正は、地償タイプではなかったが、人心を把握する才能のある大人であり、政略家であった、小言に肯定せず、大器量の持ちで、性格的にあらゆるものに淡白で、包容力のある気さな人物であった。私の最も尊敬する将軍の一人であると、表している。板垣万内、初代。 板垣番内2代目。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。